ございます。ナスケです。ということで今日はですね、一日体の変化をね、乗せていきたいなと思って、朝から、トレ後から夜まで、体がね、えぐいほど変化するんですよね。体脂肪も落ちてきて、むくみだったりとか、水分の抜け具合だったりとかですごいね、見え方が変わってくるんですけど、今日はね、それをね、動画にね、収めたいと思ってます。今、朝一の体です。こんな感じ。もうパリパリです。鏡で見ると、どうかな。せっかくなんでね、カメラを固定してみました。よし、こんな感じですね、背中は。ああ、すごい格好で撮ってる。よし、今ね、かなり調子いいのでね、朝一のね、体重測ってみます。よし、体重測ります。よいしょ。よし、完璧だ。 68.2、 いいっすね。昨日はね、 68.8、 炭水化物も増やしてめっちゃ体重も増えてたんだけど、ストーンとね、 0.6 キロ落ちました。結構ね、炭水化物の量をね、毎日ブラしながらね、生活をしてるんですけど、カーボサイクルがハマってる気がする、体に。やべえ、今日の朝めっちゃ一番コンディションいい。はあ、これからいろんな時間のね、体の変化を撮っていきます。いきましょう。最小値ということで、テンションが上がったので散歩行きます。ガンガンね、有酸素してたくさん食べて、今日ちょっとたくさん食べたいなと思います。設定したカロリーよりもたくさん取った方が体重が落ちる気がするし、元気だし、パワーも出る気がする。いいトレーニングもしていきます。行きましょう。よし、無事帰宅。86キロカロリー。朝はなんか心拍数上がんないからか、あんまりカロリーが消費しないですね。よし、ご飯食べよう。見てこれやばくない？これをね、またね、サバをね、この前送ってくださった極陽さんが、今度はね、本マグロを送ってくださいました。朝からマグロはやべえな。でも今日はマグロを食べます。なるほど、理解した。切っていきます。魚ってさ、やっぱりさ、どうしても高いからさ、なかなか買えないんだよね。タンパク源としてはすごく優秀で、脂質も少ないのに高いっていう。これをね、ちゃんと量を測りながらね、ここに測りがあるから。今回の減量食はね、いろいろ楽しめてる気がします。しかも絞りが早いから焦ることない。焦るとやっぱりね、あんまり食べるものも変えたくなくて、有酸素とか増やして結構ね、負のループに陥りがちだと思うんですけど、今回は全然そんなことないです。めちゃくちゃ減量が楽しい。ちょっと量多いなぁ。まあいっか。 190g 覚えた。 190g、 こんな感じで測ってます。今日はね、朝からね、ちゃんと炭水化物取ってトレーニングに行きます。炭水化物とないとね、パワーが出ないからね、朝一から米はね、いいです。マグロ丼です。マグロ丼最高でしょ。減量でマグロ丼食えるなんて贅沢すぎるやろ。ちょっと贅沢すぎるやろ頭回ってね。ということでね、あいつやばくない？醤油つけちゃったよ。醤油漬けマグロ丼みたいになっちゃった。いただきます。うまっ。うん、お腹がギューって言った。めっちゃうめ。幸せ。なんかね、朝ごはん食べるとね、頭がずっしーんってなってね、動けなくなるのよ。1時間ぐらい経つと、頭の重さっていうのは収まるんだけど、多分ね、血糖値スパイクだと思います。血糖値がね、めっちゃ下がってる状態だから、起きちゃうなと思う。そんでもって、いろいろ届きました。僕が頼んだんだけどね、一つはカメラのメモリーがね、足りなくなってきたから、メモリーカード買いました。意外と高いんだよね。高いけど、僕が YouTube 発信してる以上必要不可欠だから、どうせまたすぐ1個減るだろうと思ってね、2個買いました。マジ高いからね、調べてみてほしい。これいくらだったっけな。6000円ぐらいすんの、1枚。めっちゃ高くない？メモリーカード高い。そして、これがね、とても大切。すごくない？これ。これは何かというと、車のね、へこみを直すものなんだけど、別に車が事故ったとかそういうことじゃないです。こうやってやってね、どうやって使うんだろう。お、あ、来た。これでほら、見て、つっ
机が動く。見て、これもうね、貼り付いて動かないんですよ。これ外すと元に戻るっていう。まあ、いわゆるね、この吸盤のね、ほら、すごくない？吸盤型、なんちゃら。これなんていう商品か忘れちゃったけどね。よかったら概要欄に貼っておきます。これ何かっていうと、大会用のパンプでね、今回 JBBF で一人しかバックステージ入れないから、パンプアップがとても難しいと。なので、これをね、選手の方々は使っているらしくて、こいつを貼って、ここにね、チューブとか通して、これで、こうやって、パンプアップをするっていうことをやってるみたいです。なので、これをね、大会の当日にね、持っていきます。いやー、来てよかった。車屋さんの匂いがする。一食目食べてね、だいたいね、2時間弱ぐらいなんですけど、筋肉も、ほら、こうやってやったら、血管が出てくる。筋肉もね、張ってきましたね。元気が出てきた感じ。さっきよりも、ま、キレは落ちてないけど、そのまま筋肉が大きくなってきてる感じがあります。一食食べるとね、かなり元気出てきますね。二食目食べて、できたらトレーニング行きたいけど、今日ちょっとね、いろいろやることもあるから、ちょっと様子見ながらトレーニングします。行きましょう。よし、今ね、ずーっとね、開かないようにしながら、家の片付けをしてました。これもう冬物で、もう断捨離しようと思って、服めっちゃ捨てます。こいつら。めっちゃ去年着たから、着なくなったやつとかもあってね、こんな一袋分ある。あとは、着るやつはね、チャピちゃんのパーカーとか、さくらさんのパーカーとか、残しておきたいから、クリーニングに持っていきます。T シャツと、ここにもね、ちょっといろいろ干してあるって感じです。これはシワをね、今取ってます。またね、すごい今日はたくさん物が届く。いろいろ掃除をしていたけど、これはね、中身がちょっと分かってるんだけど、名古屋のイベントでさ、レッドブルとのイベントやって、うぅ！すげえ！見て！レッドブルが届いたよ！すげえ！これ何がいいかって、ノンシュガーでしょ？アルギニンとかカフェインも入ってるし、ビタミン B 群が入ってるから筋肉にめちゃくちゃ良くて、ほぼプレワークアウトっていうかトレーニング前に飲むと、めちゃくちゃパンプしますよっていうのがね、たくさん入ってんのよ。これやばいよね。えぐ。ちょっと一本飲みたいな。どうやって開けんのこれ。あ、なんかシャトルランの音が聞こえる。シャトルランやってんだけど、外で。大変そう。もうやりたくない、絶対シャトルランなんて。あんなもさ、すごい時間をかけてさ、直くもさ、同じ場所を走らないといけない。来たー見て。来たー。ちょっと一本いただきます。冷やしたらもっと上手いんだろうな。はい、今ね、あとね、残り大会もね、少ないから、最後のね、食材を買ってきました。いつも通りです。お米とね、鮭とか。なんかこれが最後だなって思いながらスーパー行くとちょっと悲しかったですけど、気合い入れていきます。お昼ご飯食べます。とりあえず2食目入れます。まだトレーニングに行けてないんですけど、これからね、ちょっと食べてトレーニングに行けたらと思ってます。安定のサバカレーと、今日はね、1日多分胸じゃなくて、魚かなって感じ。そんぐらい魚が届いた。嬉しい。いただきます。橋のカレーはインドの人に怒られちゃうね。手で食えって言われちゃうね。うん。これからトレーニングに行くんだけど、この前バイタスさんにもらったアルギニンとシトルリンのねミックス、これをねぶち込んでちょっとねパンプ具合を見たいなと思います。これ美味しすぎてね、アルギニンとシトルリンって本当は美味しくないから美味しくないからビビる。アルギニン独特の臭みもないし、シトルリン独特の臭みもないから、普通にジュースみたいな感じで飲めちゃう。これやばいね。商品化したらマジやばいね。8月ぐらいに商品化するかもとは言ってたけど。とりあえずね、トレーニングに行きます。I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you... トレーニング終了。マジで調子いい。前の大会の時はね、めっちゃ死んでたのに、トレーニングが楽しいです。これからね、コーチに帰ります。体はこんな感じ。やっぱり朝よりもエネルギー入ってるからすごい漏れますねって感じ。筋肉もねめっちゃ張ってるし、腹筋も見てこれバチバチに血管入ってる。やっと2段目までくっきり入ったから、ラスト1段目、大会当日までに1段目まで出しますと。絞りも順調、筋量も順調です。トレーニング終わりの体はねこんな感じ。
最後はね、夜の水抜けた状態も見てほしいので最後動画撮ります。よし、これからね、お風呂に入ります。まだ履いてますよ。ということでね、水が抜けた状態って結構えぐくなるので、その状態を皆さんにやっぱお見せしたくて、今日しっかりお水抜いてみて体の状態をね見たいと思います。ちなみに今はね、いつもと変わんないね。ということでお風呂に入ります。今回の減量は結構序盤からね、お風呂にしっかり入ってて疲れもかなり取ってます。暑いけどね、何回か入ったり出たりして冷たい空気を浴びて、あったかい上に入ってっていうのを繰り返して、交互浴をして、ね、かなり血流をね良くしてっていうのをすると気持ちよく寝れますね。次の日がすごいスッキリする。やばい、もうね多分3、40分入ったんじゃないかなって思うので、さすがに休憩入れてますけどね、ちょっと出ます。ちょっとね、さすがにやりすぎた、やりすぎました、やばい。もう出ます。よし、お風呂から出ました。今ね、やばい、見てこれだったらね、あんまり伝わんないかな。もうバチバチにね、血管が出てきました。こんな感じです。結構ね、皮がね、張り付いて血管もここまで来てますね。うん、肩の筋もいい感じに出てます。背中はね、こんな感じです。結構ね、水抜きでいい感じに、足とかもさ、よくていい感じに水が抜けたんじゃないでしょうか。ちょっとね、この後お水たくさん飲んで寝ます。朝、パンプ後、あと夜ね、どの体が自分が一番好きかっていうと、朝は一番絞りがいいし、パンプ後は筋肉がでかいし、お風呂入った後はね、血流バンバンだし、みたいな。絞りは多分お風呂入った後がいいのかな。パンプとね、お風呂入った後が全部重なったらめちゃくちゃいいんですけどね。当日やっぱり水とか塩とか調整して、その状態に持っていくから、この状態でバーンとね、筋肉がでかくなるようなイメージだと思います。こんな感じです、肩とかも。ということでね、今回の動画は以上になります。この美白ライトでめっちゃ盛れるように撮ってます。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。